松市リターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。この時間ですが、これからアポイント先に向かいます。私がリターンライダーになったのは、以前動画でお伝えした通り、子どもたちに会えない、そういう辛さや悲しさの、僕その気持ちを紛らわせるためにリターンライダーになりました。リターンライダーになった頃は、まあ行き先も決めずにだらだらと走っているだけでした。その時によく口ずさんでいた曲があります。昭和40年前後に生まれた方とか、もしかしたら同じように口ずさんでいたかもしれませんね。それは尾崎豊の15の夜です。まず盗んだバイクで走り出すというフレーズで走り出しますよね。まあ心の中で盗んでないけどねと自分で突っ込んだりしましたけども、で歌詞にあるように行き先もわからないままという感じにまさにぴったりで、よく口ずさんでいました。ただ昔の曲ですから、今は100円玉ではぬくもりを持てません。それではまた。